牧陽子、大物女優を離婚の危機に追い込んだ、魔性の女。実力派女優として名高い、牧陽子。最近では2015年公開の映画、脳内ポイズンベリーの主演も決定し、まさに油が乗っている。そんな彼女に、ある女優の夫との不倫疑惑が浮上。しかもその女優が、業界の大先輩である大物と来たものだからただごとではない。お相手は時は高子の夫、長塚圭史です。二人の不倫は、2年前に写真誌がスクープしたことで明らかになりました。俳優仲間との飲み会で、意気投合した二人が飲み会を抜け出し、夜の街を二人で寄り添いながら歩いている写真が掲載されました。写真誌記者。時は高子といえば、牧よりも女優歴もキャリアも長いベテランだ。その夫に手をつけるとは大胆としか言いようがない。しかも牧には、この時夫の、元俳優の片山レオがいたのである。つまりダブル不倫だったのだ。この不倫劇が原因で、時はと長塚は現在も別居状態にあると言います。牧と長塚は一夜限りのお遊びだったようですが、時はが、自分よりもうんと後輩の牧と不倫したことにプライドが傷ついたようです。もう二人の修復は難しいでしょうね。事務所関係者。一方、牧サイドはというと、夫の片山は、現在大した稼ぎもなく、完全に牧の収入に頼っている状態。今は専業主婦に徹しています。2009年には、牧に子供が生まれていることもあり、ちょっとやそっとのお遊びでは離婚しないですね。そんな状態なので、牧も遊び放題というのが現実です。事務所関係者。牧は長塚との不倫騒動の他にも、俳優の瑛太と不倫したりなど、本当にやりたい放題。その上大物女優を離婚の危機に追いやるとは、牧陽子の不倫下克上は、誰にも止められない。